生きてます。元気発達オロナミン C。 そうですね、特にこの4月に入ってまだ負けがありませんし ね。そして今日まず第一の注目は目下9連続完投勝利のこの斉藤がプロ野球タイにまあ並ぶかというところなんですかね。今日はちょっとプレッシャーあるでしょうね、はい。ジャイアンツはトップ、美濃田、そしてもちろん原の名前はありませんが、ゲームが動いたのは2回です。三浦を攻めてまずクロマティ、まあ、2ストライクまで簡単に取らせたんですね、クロマティが、はい。その後ね、何の気なしに来たストレートを打ち返すんですけどね、三浦の方がちょっと気を抜いたですね。三浦この後コーナーを、まあ、丹念に突くんですが、連続フォアボールでフルベースというピンチとなってしまいます。少しね、立ち上がり三浦汗かきすぎてたんですよね、手先が少し感覚が狂ったんじゃないかと思うんですけどね。そして7番の駒田、まあ、満塁からね、うまくゲッツーを取りましたね、アウトコースのカーブで。この1点は仕方ないでしょう。ジャイアンツがダブルプレーの間に1点先行です。さて前半の斉藤のピッチング2回です。まあ、相変わらずね、丁寧にコーナーをつきますし、インコースの速い球で今のカーブ、揺さぶりもすごく良かったんですよね、落ち着いた立ち上がりしましたよ。自信満々の斉藤です。さて三浦の方も要所を抑えてきます。これは5回です。ワンアウトから河合がヒット、そして岡崎です。これはヒットエンドランがかかったために、この岡崎のバットがスムーズに出るんですけどもね。これで三塁一塁、さあジャイアンツに2点目が入るかなというところ、4番のクロマティです。相手が斉藤ということで、この三浦もこうやってやれないというところなんですけども、はい、これは変化球を上手に使ってお得意のゲッツー取りましたね。そうでしたね。さて一方のホエールズもランナーは再三出すんですが、5回までゼロ更新、6回です。2アウトから3番のポンセ、どのバッターも全くこの斉藤にタイミングが合わなかったんですけども、この回あたりから斉藤がカーブが主体になってきたんですね。それにもかかわらずこのポンセはインコースのまっすぐを打つわけですけども、これは自分でボールを絞って打ちましたね、はい。10号ソロ、斉藤は今シーズン太陽戦で初めてホームランを浴びました。1対1同点。この後ヒットフォアボールで2塁1塁で、まあ太陽とすればここで勝ち越しのチャンスとなるんです。はい、ここは斉藤がボールが少しすっぽ抜けてきたり、ちょっと疲れが見えてきたところなんで、一気に太陽行きたかったんですけどね、でもこうなります。これはちょっと打ち急ぎなんですよね。そうでしたね。ここは同点止まり、斉藤踏ん張りました。さて2回以降どうしても2点目が入りません、ジャイアンツ。7回、この回は下位なんですが、ワンアウトからピッチャーの斉藤が見事です。これは都心の入った素晴らしいバッティングしましたね。三浦の方がピッチャーの斉藤だということで少し安心感があったのかもしれないですけども、変化球よく打ちました。ツーベースヒット、ワンアウトランナー2塁で、この後トップの美濃田とは勝負を避けました。2塁1塁、そして2番の河合、これもうまいですね。はい、これフォークボールなんですけどね、これあーっと思って、これバットをね、力抜いてしまうとヒットならないんですけども、はい、これ振り切ったのが良かったですよね。ジャイアンツに2点目が入りました。河合のタイムリーです。そしてこの後三浦は2アウトまで来ました。そしてクロマティのこの当たりとその後のプレーです。ノースリーからカーブ行ってね、ピッチャーとしてはしょうがない。クロマティが打ったのすごく上手なんですけども、はい、その後のこの、ランナーの河合の走塁なんですよね。先にサードでアウトになってしまうと1点取れなかったんですね、はい、これは暴走でした。生還の方が若干早かった、はい、これは美濃田よく滑ったですよね、はい。ジャイアンツに3点目が入りました。さて三浦が7回でマウンドを降りて、8回からご覧の松本です。それにしてもジャイアンツのこの井上、積極的ですね、はい、これは変わったピッチャーのもう初球なんですよね、この変化球の1球目っていうのはなかなか芯に当たる確率が少ないんですけどもね、ボールをよく溜めて見事に振り抜きましたよね。これ素晴らしいバッティングでした。12号ソロ4対1です。この後さらに点が動いて、ジャイアンツが5点リードで9回裏、斉藤ランナーを出すんですが、ご覧の表情、あと1人という場面です。前半は今日はいつも通りのピッチングしたんですけども、後半はやはりバテたんじゃないですかね。今日はちょっと苦しかった、点差があって完投できたように思いますけど、見事でしたね。10安打浴びましたが、136球完投、10連続完投勝利、プロ野球タイ記録です。やりました、斉藤です。中尾も嬉しかったでしょうね。10試合連続完投勝利、プロ野球タイ記録、どうもありがとうございます。今どんな気持ちですか？そうですね、今日はなんかすごくしんどかったですね。しんどかった、はい、プレッシャーは感じてたんですか？まあ、それほど感じてないと思ったんですけどね、はい、球史に残る記録を作ったわけです。そうですね、
これでやめても名前が少し残りますね少しどころじゃなくて推計したには悪いんですけど今度は単独で残さなきゃいけないんじゃないですか。そうですね、頑張ってやりたいと思います。斉藤12勝目、ジャイアンツが終盤でホエールズを突き放しています。これで6連勝、7月に入って負けなしホエールズは3連敗です。横浜スタジアムでした。はい、しかし大したもんですねこれ、10連続完封勝利ですか、完投勝利ですか、ね、はい、大谷さん、はい、この斉藤のね、価値ですけどね、どんな見ます？まあ、やっぱ完投数が多いっていうのがねすごいと思うんですけども、やっぱり味方のベンチにね安心感があると思うんですよ。斉藤が投げてたら絶対に2点3点で抑えてくれるだろうということで、ね、ゲームの展開もすごく読みやすいと思うんですね。それから野手の方もねリズムがいいですから、だから守ってる時間が短くてね攻撃に集中できるという、ね、すごくいいリズムで回ってると思いますよね、果たしてね新記録なるかどうかですけどね、次の登板はですね予定されるのは15日のドームですね、ヤクルト戦なんですけどね、新記録なるかどうか、期待しましょうね。